そういえばこの前、白石がしてくれた話にこの学校が出てきていたな。うん、あの頃はここに通うことになるなんて思ってなかったけどね。やはり思い出の場所だからこの学校を選んだのか。それもあるけど、単純に家や店から通いやすかったってのが大きいかも。そういう東野はどうなの？頭いいし、進学校にも入れたんじゃない？そうだな。両親が勧めてくれた学校もあったが、もともとこの学校に決めていた。アキトもここを受けると言っていたしな。でも、よく東野のお父さんを許してくれたね。司先輩がいたからな。先輩と同じ学校に通いたいと言ったら許してもらえた。え？それだけで？ああ、俺はよく知らないが、父さんたちは司先輩のご両親と知り合いで、天間家に信頼を置いているようだからな。おかげで司先輩や明人と同じ学校に通えて、とても楽しい学校生活を送れている。天間家のご両親に感謝しなくてはな。